皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回はフィードバックというものについて皆様にお話をさせていただこうかなと思います。結構ご質問でも、なんかフィードバックって何ですかとか、フィードバックってどうやってやるんですかみたいな、そんな質問が多いんですが、ちょっとやり方とか、なんかその仕組みっていうんですかね、そういったものもお話しさせていただこうかなと思います。やり方はすごく単純でございまして、エレキギターをギターアンプにつないで、アンプ側でめっちゃ歪ませてください。もうできる限り歪ませてください。で、音量もそこそこ出しておいた方がフィードバックしやすいですが、歪みが強ければ、このぐらいの小さな音量でも、フィードバックは起こり得るという感じでございます。で、今、エレキギターを直接このハートアタックのアンプにつないで、ゲインをマックス、歪みをめっちゃ強くしているんですけれども、こんな感じの音です。こんな感じのギョリゴリゴリゴリという感じの音なんですけれども、適当に接続をして音量を上げて、5弦の音をボンと鳴らしてみましょうか。で、あとは放置をします。できるだけアンプの音量を上げるとか、アンプの近くにエレキギターがあったほうがフィードバックしやすいです。で、そうすると何が起こるかというと、起こらないかな。ちょっと音量を上げてみます。お、なんか、ひょーんって。なってきましたね、なってきましたね。フィードバック成功でございます。フィードバックは成功いたしました。こんだけの話です。すごく歪ませて、音量そこそこ出して、でそれでもフィードバックしなかったら、エレキギターをアンプの近くに置いてあげるというような感じでございます。あんまり歪みが深くないと、やっぱりフィードバックしにくいですし、音量が出てなかったりとかすると、すごくフィードバックがしにくいです。歪んでいる音量でかい、この2つが絶対条件となってきますので、家ではなかなかできないと思うんですけれども、スタジオとかで、ね、でかい音をバーンと鳴らす機会がありましたら、ちょっと試してみてくださいませ。結構な音量が出ていれば、ちょっとの歪みでフィードバックが起こるかと思います。そんな感じです。やり方に関してはそんなところです。で、この仕組みという話をさせていただきたいんですけれども、フィードバックってハウリングと似てるんですよ。ハウリング。なんとなく聞いたことありますよね、ハウリング。なんかカラオケとかでわーってこう歌ってたりとかすると、たまにキーンって音が鳴って、うわ、耳痛いみたいな感じになったりするときあるじゃないですか。あれがまさしくハウリングでございます。ちょっとそのカラオケでキーンってなってしまう原因というか、仕組みについてちょっとお話をさせていただこうかなと思います。当然ですけれども、そのカラオケの音とかマイクの音とかを再生するスピーカーが、カラオケ屋さんには存在しているわけです。ちょっと暖房っぽいですけど、これスピーカーだと思ってください。スピーカーです。もちろんこのスピーカーからは、カラオケの音とか、声とかいろんなものがバババババババッと、この暖房の口から発せられております。で、もちろんマイクは、テロロロとこの暖房に接続されて、音が出ているわけなんですけれども、ちょっと考えてみて、このスピーカーの音をこのマイクが拾ってしまったらどうなるか、ちょっと考えてみてほしいんですよ。普通にこの声が、人がいて、わー、こんにちは、ババ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 バっていうような感じで、滝沢がいました。滝沢がこうしゃべっております。わー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 。この声が再生される分にはいいんですけれども、音がでかすぎて、スピーカーの音もマイクが拾ってしまったらどうなるか。当然ですけれども、スピーカーの音がマイク拾い、スピーカーの音をマイクが拾いました。そしてマイクはそのスピーカーの音を再生します。さらにそのスピーカーの音を拾ってしまってっていう感じで、ここで無限ループが生まれてしまいますよね。これこそがハウリングってやつでございます。本当にもうね、ちっちゃい音とかでもその、ね、この無限回路といいますか、このループにはまってしまうと、ああいうキーンってすごい耳の痛い嫌な音になってしまうわけです。これがハウリングという現象なんですが、ギターの場合はほぼこれと同じと思っていただいて、差し支えないかなと思います。ギターの場合は、ハウリングちょっと違うところもあるんですけれども、ほぼ一緒でございます。ちょっとギターの場合行ってみましょうか。ギターの場合はこういうアンプがあるわけですよ、ギターアンプが。で、ここからそのエレキギターとかギャ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 つってこう大音量で出るわけですよ。で、その手前にはもちろんそのギターがあって、うまく書けるかな。この角度からうまく書ける自信がないけれども、よっしょっとおお、なんか、すげえな、変形ギターっぽいのができた。このなんかギターの弦の音をピックアップが拾って、そのピックアップの音を
アンプにつないで、まあ、それを再生しているわけですよね。で、このアンプのギリギリアという音を、このピックアップが拾ってしまったら、やっぱりここもハウリングと一緒で、無限ループが生まれてしまいます。でも、ギターの場合はフィードバックって呼んでたりとかするんですけれども、一つ目の要因としてはそんな感じ。アンプの音をピックアップが拾ってしまう。で、もちろんピックアップが拾ってしまったら、そのままアンプに入力されてしまうわけなので、ここでまたこうね、グーッとこう無限ループが生まれてしまうわけですよ。もう一個あります。二つ目の仕組みがあります。これはギター特有でございます。カラオケ屋さんでは、起こり得ない話でございます。アンプから出た音があります。アンプから音が出た音がギャーッとなっていると。で、ギターの弦って共鳴をするという性質を持っているので、このアンプの音に対して弦が共鳴してしまうと、何も触ってなくても弦が震えてしまうんですよ。ブブブブブっつって。で、弦が震えるということは、音が出るということじゃないですか。で、音が出てどうなるんだってなると、もちろんピックアップが拾うわけなので、アンプから弦に行って共鳴をしてしまってピックアップというルートもあります。まあ、大方においてフィードバックというと、まあ、こっちのことになるんですけれども、こんなルートもあるということです。アンプから出た音で弦が共鳴をしてしまって、その音をピックアップが拾ってアンプに入力されて、で、またさらにアンプの音が弦に共鳴して、だんたらかんたらかんたらという、こういうサイクルが生まれてきてしまうわけなんですよね。なので、例えばですけれども、すごいこのアンプの歪みを強くして音量を上げましたと。で、ギター本体をこのアンプに近づけたときに、このちゃんと弦を触っていれば、この音が出ない状態、この状態にしていれば、まあ、ハウリングフィードバックはなかなか起こりにくいです。弦を触ってしまっているから弦が共鳴できないわけですよ。もうこのルートでハウリングが起こることはまずないわけですよね。もう起こり得る唯一のルートとしては、まあ、アンプから直接ピックアップに行ってしまって、無限ループが生まれてしまうルート。これはまあ、あり得るという感じです。で、ちょっと面白いのが、まあ、こんな感じでちょっとアンプを近づけます。で、5弦の音をフィードバックさせたかったら、5弦以外の音をミュートするんです。わかりますでしょうか。今、僕の左手で、1、2、3、4弦と6弦を軽く触れてミュートしているんですけれども、つまり普通に弾いても5弦の音しか出ない状態です。こうすると5弦の音だけ意図的にフィードバックすることができると。同じように4弦の音。変な音が鳴ってきました。でもちょっと4弦の音を軽く触ると、これ1番の音です。1番の仕組みの音です。まあ、そんな感じで、弦をミュートすることで、特定の弦だけフィードバックすることができるなんていうテクニックもあったりとかしますが、まあ、使いどころがあるかどうかって言われると、ちょっと困るところという感じでございます。どうでしたでしょうか。なんとなくフィードバックについて理解は深まりましたでしょうか。さっきも言ったように、カラオケでキーンってなってしまうハウリングと、まあ、基本的には原理は一緒だと思っていただいて大丈夫です。ただし、ギターの場合は弦の共鳴による、ハウリング、フィードバックが多いので、まあ、ちょっとそこは知識として一つ覚えておくと良いかなと思います。そんな感じ。割と難しくなかったかと思うんですが、どうでしょうか。フィードバック、参考になりましたでしょうか。まあ、学園祭とか、ね、ライブとかでなんかこう盛り上げたいときとかは、ね、やっぱフィードバックできたほうが、なんかこう箔が出るというか、はったりが効くというか、なんかかっこよかったりとかするので、ちょっとこんな感じでフィードバックの出し方、作り方、仕組み、覚えておいていただけると、ライブとかで使えるかなと思います。そんな感じで、よかったら参考にしてみてくださいませ。それでは違う動画でまた会いましょう。さよなら。